はい、どうもサラです。ご視聴ありがとうございます。今日の動画はロジクル様の提供でお送りいたします。はい、というわけで今日はこちらになります。ロジクルからですね、新しく出てきた、キーボードになります。ロジクルエルゴシリーズって言えばいいんですかね。そのエルゴシリーズの、K860 というね、モデルになります。いやーね、今回のレビューはね、かなりね、難しいというか、かなりニュアンスをね、伝えるのがすごい難しいんですよ。すごくその難しいので、うまくね、ちょっと今回お伝えできるかどうかが、わかんないんですけれども、なるべくね、まあ、僕が、体験してみてどう感じたかとか、どういう風な、感覚だったのかっていうところをうまく、お伝えできればなと思ってます。こちらのキーボード見ていただければわかる通りですね、こんな感じですね、湾曲してるんですよ。こういう感じ、湾曲で、さらにキーボードの部分もですね、こんな感じで、ね、左右に分かれていて、よりこう人間工学に基づいて体にね、負担のかからないデザインになってます。これによって手首のですね、疲れが約 54% 軽減されるっていうような、まあ、データもあるようですね。で、そして後ほど紹介するんですけれども、今ですね、まあ、僕もなんですけど、まあ、昇降デスク使ってて、スタンディングのデスク使ってる方、結構増えてきたかなっていうふうに思うんですが、まあ、そのスタンディングデスクに合わせた、まあ、デザインにもなってるので、後ほど、そちらの方は紹介させていただきます。というわけで、こちらのまず開封なんですけれども、まずですね、こちらの、方を開けると、白いね、紙に入った本体が出てくるんですが、下のところにですね、USB のドングルが出てきます。これによって、Bluetooth 以外でも、接続することができます。で、この白い紙の中にですね、本体がこんな感じで入っています。で、そのキーボードの下の方にはですね、説明書とか保証書とかの、紙類が入っているような感じなので、まあ、入ってるものとしてはね、本当にキーボードの本体とドングルが入ってるよっていうような感じになってます。で、こちらの製品ですね、単4電池で動くようになっているんですが、バッテリーは最初から付属しています。で、このバッテリーケースの中にですね、このドングルがしまえるような形になっているので、ドングルだけなくしちゃうっていうようなことも、ないです。はい、というわけでこちらがね、その本体になります。すごくないですか、なんかこの感じ、なんでしょうね、見たことがない、デザインのものが、まあ、出てきたなっていうような、感じなんですよ。まずはですね、接続に関してなんですが、先ほど、お見せしたドングルで、接続することもできますし、 Bluetooth で接続することもできます。そして裏面に電源ボタンがついていて、ここでオンオフすることができるようになってます。対応 OS としては Windows も Mac も両方とも対応しています。キーを見ていただければですね、コマンドボタンみたいなのが、ね、Mac のね、コマンドキーみたいなところもあれば、 Windows の、スタートキーみたいなのもあるっていうような感じになっていて、まあ見ていただければ、すぐ使えるような、状態になってるかなと思います。で、次に外観なんですがね、これはまあ見ていただければわかる通り、まあグレー基調で非常にまあ大人っぽい、かっこいいデザインになってるんじゃないかなと思ってますし、まあオフィスでね、すごく使いやすいようなデザインになってるかなと思います。で、このキーボードね、すごく特徴的なのが、これパームレストも、ついているんですね。普通このパームレストみたいなのとかって取れたりとかすると思うんですが、これは一体型になっていて、裏面見ていただけると本当こんな感じで、つなぎ目もなく一体化しています。で、ここのパームレストの部分なんですけれども、なんか独特のね、なんかちょっとビニールとも言えないような、なんでしょうね、なんか独特の素材なんですけど、中はですね、低反発の素材になっていて、3層構造になっているそうで、でさらにですね、ちょっと汚れにも強いような素材になっているそうです。で、まあ、手を置いた時なんですけど、すごいふかふかってわけじゃないんですが、まあ、ちょうどいいぐらいなんですよね。なんと言っていいかわかんない。この絶妙な、なんでしょう。すごく厚みがあるわけではないんですけれども、低反発感がしっかりあるので、手を置いても疲れないっていうような感じになってます。ただですね、今夏場じゃないですか。で、まあ、エアコンの付け方にも人によると思うんですが、なんかたまにですね、やっぱり手首のところ、まあ、パームレストね、こういうのは仕方ないと思うんですけど、ちょっと熱くなったなっていうところは、ありました。あとはこのキーボードはバックライトは、ついていません。で、後ほどちゃんと詳しくね、話すんですが、高さ調整が、普通キーボードってこっち側にあると思うんですよ。で、奥側が上がるような感じだと思うんですが、このキーボードは手前側が上がるんですよ。すごい不思議じゃないですか。不思議なんですけれども、これがによって、あ、手首の負担がなくなるんだなっていうのが、後ほど説明しますが、わかります。
はい、そしてキーのこのタイピングのし心地なんですけれども、ロジクールの製品なのでもちろんタイピングのしやすさはあるんですが、他の製品ですねと比べた時にちょっと深めだなっていうような感じがあって、それもね、この人間工学的にいいのかもしれないんですけれども、なんかちょっとね、普段の例えば Mac だったりとか、あとはねこちらにあるようなね MX Keys for Mac みたいな、キーボードを使ってたりとかすると、少しねちょっと深いなっていう感じは、僕はしました。そしてキー配列に関してはですね、特になんか特殊なキーがあるわけでもなく、普通通りのね、キー配列になっているかなと思うので、使っていて、うわ変なところに記号があるみたいなことは全くないかなというふうには思います。はい、そして打鍵感としてはこういうような感じになってます。そんなにうるさいっていう感じもないですけれども、なんか独特のね、空間があるせいか独特の音になってるかなと思います。はい、じゃあここからですね、タイピングのし心地を、説明していこうかなと思いますが、これね、もしねうまくねちょっとお伝えできなかったらすごい申し訳ないんですが、僕なりにできる範囲で、感覚をですねお伝えできればなと思います。はい、で僕このキーボードなんですけど、約3日ほど今使っていて、1日10時間ぐらいですね、10時間から12時間ぐらい1日使用してみたんですけれども、慣れるのはですね結構時間がかかったなと思います。1日使ってやっとなんか慣れたなっていうような感じがあったので、他のキーボードよりは学習コストはですねやはり、高いんではないかなと思います。でこのキーボードって手前側が高いキーボードなんですよ。普通キーボードっていうのはどちらかというとね、こういう風に奥が高くて下がこっち側が低い、でこれにはそれに対してこれね平行だったりするんですけど、さらにこれをねグッと持ち上げることができるんですが、基本的にはこう手前側の方が高いようなキーボードになっていて、これに慣れるためのコツなんですけど、体をですねキーボードに預ける感じにするとすごい楽になります。この普通のこっち側のこれ、こっちが奥でこっち側が高くてこっちが低い時のキーボードって手をこうやってやってるんですよね。僕こういう風な感じにしていて、ここに負荷かかってるんですよ。こういう風な感じでしていて、に対してなんですけど、こっちは手を預けちゃうので平行にできて、ここが手首が平行のままタイピングできるんですよ。わかります？今のでわかりました？なのでこのねタイピングするときって、この肘からこの手首からこの手までね、先までここが一本の線みたいになってると本当はいいんですよね。でこの椅子ちょっと低いんであれなんですけど、こういう風にしたときにこの肘から手首のところまでちょうど平行になるようなデザインになっているので、なのでこの平行みたいな状態にするには、どちらかというとキーボードにこう体重を乗っける、どちらかというと重心を前にするみたいな感覚にすると、よりねその疲れというか、このキーボードの良さみたいなところを感じられるんじゃないかなと思います。スタンディングの際にはこの後ろの高さ調整を使って、高くするとよりその肘をね平行にするような感覚に持っていけるような感じになってます。ここもですね2段階あって、1段階目のね小さい方と、もう一つ高い方のものになります。こうすることによって、見てください。ほんとね、めちゃくちゃ斜めなんですよ。これが手前で、こっちが奥側なんですけど、ほんとめちゃくちゃ斜めになって、よりね、なんか体重が預けやすくなるというか、肘から手首がね、非常に平行になりやすいようなデザインになってますし、なんでしょうね、前に自然に手をこう向けた時の、形のままタイピングができるみたいな、そんな感じになってます。実際疲れは取れたかっていうところなんですが、手首の疲れみたいなところは少なかったなっていうのは、確かに思いました。こういう風なキーボードの時にはね、さっきも言った通り手首を上げてたので、やってたんですけど、それよりもね、僕はなんといってもこれ点キーがあるんですよ、このキーボード。なのでそのマウスをね遠くまでやらなきゃいけないっていう、この運動の方がちょっとストレスだったので、なんかねどっちかどっちもどっちみたいな感じにちょっと今なってましたね。そしてタイピングのですね不満点を少しちょっと話していこうと思うんですが、このキーボードですね、この押しづらかったのが、この右上のこのバックスペースだったりとか、このエスケープキーですね、右上左上のキーっていうのが非常に押しづらかったです。でさっきも話した通り、このキーボードってなんか少しねキーが深く感じるんですね。少し重いのかな、重いのか深いのかっていう感じなんですが、それがですねさらにこうちょっと遠いとなると、なんかより力がいるような感覚にやっぱなるのと、やっぱりミスが多かったなっていうのがあります。ちょっと遠い感覚なんですよね。ホームポジションからちょっとずれちゃう、僕がちょっとずれちゃうんですよね。練習が足りないのかもしれないんですが、ちょっとずれちゃうような感覚があったのと、深いので、小指じゃなくて薬指で
押しちゃう、パワーが足らなくて薬指を押しちゃうみたいなところがあったので、非常にねそこはちょっと押しづらい感覚は、ありました。で次にもう一つあるのがカーソルキーですね。カーソルキーがここにあるんですけど、すごいね遠いんですよ。なんかわかるかな、この感覚わかるかわかんないんですけど、このキーボードって湾曲しますよね。こんな感じで湾曲してるんで、なんかこの視点から見ていると1段下がるのでさらに遠く感じるんですよ。だんでなんかあれ遠いみたいな感じになっちゃうので、そこがですね非常に、僕の中でですね、タイピングをしててタイピングのミスが、多かった点だなというふうに思ってます。あと追加でねちょっと不満点2つちょっとお話しさせていただくと、こちらの K860 なんですが、日本のモデルはですねこの日本語配列の、キーボードしかないです。なので僕みたいなですね英字派としてはちょっとねそこが残念ポイントだなっていうところと、あとさっきマウスのところでも話したんですけど、この点キーですね、点キー。これね、やっぱね、僕いらないんですよ。ここのね、やっぱマウスの移動がね、やっぱちょっと大変だなとか、ちょっとめんどくさいなっていうのがやっぱりあるので、これね、点キーレスバージョンっていうのはやっぱね、欲しいなっていうふうに、思っているので、ぜひぜひ、よろしくお願いします。はい、というわけで今日はですね、ロジクールのエルゴシリーズの K860 の、レビューをさせていただきました。こちらの製品をですね、まあ、もともとこう分割キーボードだったりとか、こう人間工学に基づいてみたいな、こうぐにゃっとしたキーボードを、使ったことがね、マイクロソフトとかでも出てたので、使ったことがある人はいいんですが、まあ、そうじゃなくて、これのキーボードに興味あるよっていう方は、ぜひね、あの家電量販でね、一度試してみてからの方が、まあ、絶対いいかなっていうふうには思います。さっきも言った通りですね、キーが少しちょっと深くて、ちょっと重い、感覚もあったりとか、このパームレスト部分に体を預けるっていうこの感覚をが自分が好きかどうかっていうのもやっぱ調べた方がいいかなと思うので、心配な方はね触ってみてから購入する方が安心かなと思います。ただ慣れてしまえば確かにですね手首の負担は本当に減ったなっていう感覚はあるんですよ。ちょっと右手はねこういう風にやってましたけど、まあ、感覚的に負荷が減ってるなっていうような、感覚はあったので、あのね気になる方はね、ぜひチェックしてもらえばなという風に思います。いやー初めてねこういうようなキーボードを使ってみたんですけどね、うまくねこの動画でもねその面白い感覚というか不思議な感覚をうまくお伝えできればなっていう風に思ってるんですけどね、うまく伝わってなかったら本当すみません。今日の映画面白かったという方はぜひグッドボタンを押していただいてですね、チャンネル登録していただけると、僕のモチベーションにつながるのでぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さん次の動画でバイバーイ。